キレンスクの紋章、キレンスクはロシア、東シベリアのイルクーツク州北部にある都市。2002年の国勢調査では人口は13,712人。1989年の国勢調査では16,137人。東シベリアのタイガレナ川に南からキレンガ川が合流する地点にある。 州とイルクーツクからは北へ 710km、バイカル湖北端からは北北西へ 240km、レナ川上流のマチウスチクートからは北東へ 170km。夏はレナ川沿いの水運が旅客用や貨物用に利用できるが、冬は飛行場及びレナ川の氷上にできた道しか利用できない。鉄道や舗装道路はこの町には達していない。 大陸性気候で、年平均気温はマイナス3.5度、7月の平均気温は18.3度、1月の平均気温はマイナス26.7度となる。年平均降水量は3 9 5ト、mm、ルで、夏に多く降る。1630年、バシール・リーブ・ゴルヒキール・コサックが、レナ川を船で探検していた際、現在のキレンスクの場所に越冬地を建設した。 当時はニコルスキー・ポゴストという名だった。船でシベリアを横断するコサックたちは、エニセーガ流域とレナ川流域を結ぶ、連水陸路を開拓したが、ニコルスキー・ポゴストはウスチクートと並び、連水陸路のレナ川側の大きな終点であった。1630年代には後にアムール川の、 探検家となるエロフェイ・ハバロフがここに声援などを営む集落を建設している。1665年にニコルスキー・ポゴストはキレンスキー・オストログと改名され、先住民から徴収された毛皮などの集積が行われた。1775年に死の地位を得ている。19世紀には多くの政治犯がこの地に流刑されてきた。 ポーランド人留系者も多く、中にはユゼフ・ピュス付きのような人物もいた。ソ連時代に入ると、スターリン体制化デグラグが建設された。1991年にはかつてナイム、人民委員部が使っていた建物の地下から80体以上の遺体が発掘された。彼らは1938年に処刑された人々と、 見られ、頭に直接銃を突きつけて射殺されていた。バイカルアムール鉄道が建設されていた時期には、建設資材がキレンスクからキレンガ川上流の鉄道横断地点マギストラルヌイまで船で運送されていた。1970年代には、キレンガ川がレナ川に流れ込む河口の一つに、 雪解け水の洪水や溶けた氷の堆積を防ぐためのダムが建設された。しかし2001年には大規模な洪水が起きている。キレンスク空港が外部との間を結んでいる。同空港は第二次世界大戦時、アメリカ合衆国からアラスカを経てソ連へと通う航空機の中継点になっていた。 ありがとうございます。